ちょっ金曜日です総チェックはいということで、交流戦が終わって、ね、金土日が終わって、で、またこのね、6連戦が始まるっていうところでね、まあ、今週ね、6連戦っていうよりも、結構ね、試合が空いてね、3連戦の試合は少なかったですけども、まあ、どうなっていくのか、オールスター前の大一番っていうところでね、えー、振り返っていきましょう。まずはパリーソードバンク対楽天。 え、月曜日、26日1対3で楽天。で、28日3対2でソフトバンク。29日3対2でソフトバンクというところで、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうね、え、ところになりましたけども、ま、26日ね、1対3で楽天というところで、楽天先発田中マー君ね、7回999、5アンド三三33、29、1失点と、ま、一回3回4回ピンチも、ま、ピンチになってからね、いつものマー君っていうところで、ギアを上げてね、腕もよく振って、このね、低めにしっかりね、これツーシーム、ホーク、スライダーっていうところをしっかり投げ切って、 ピンチを防いだっていうところでは、ピチ、ね。で、ソートバンクはだ、ね、先発。5回77球、5安打5三し、1九、2失点と。まあ、踏ん張ったけどね、結構ね。でも援護なしっていうところで、まあ仕方ないからっていうね。で、まあ、さっきも言ったようにね、えー、ソートバンクね、1回3回4回ね、えー、まず初回、ね、2、えー、アウトから近藤2ベースっていうところで、まあ柳田ね、が交流戦開けてから調子が上がってきた中で1本っていうところで、ここね、見逃し三振でチャンス行かせず。 でえー、3回、ね、ワンアウトから、えー、中村ツーベース、牧原内野安っというところでワンアウト一・塁、近藤、ね、センターフライ、柳田フォアボールになるけども栗原が、ね、ファーストゴールで1点取れず、ね、4回、ね、先頭、柳町ライト前ヒットで、今宮送りバントで、ね、得点圏行くけども三森浩恵が、ね、チャンスを生かせず無得点っていう、ねまあ、ここが、ね、やっぱりソフトバンクとしては、まあ、一番痛かったかなっていうね。 え、得点っていうところで、チャンスもね、楽天自体もそんなチャンスがね、あったわけじゃないけども、2回、2アウトから鈴木大地2ベース。そして2アウト2塁から山崎がね、えー、レフトへタイムリーツーベースっていうところで先生、楽天はね、この1本っていうところがしっかり出て。で、えー、さっきも言ったように1回3回4回チャンスをね、ソートバンクが行かせない中で5回、ね、先頭村林ライト前ヒット。で、安田がね、三振するけども盗塁成功。で、辰美がね、ここでライトタイムリー2ーベースっていうところで、ワンアウト2塁から1本出て、えー、2点目。 で、ソートバンクはね、ようやく6回よなね、柳田がホームラン打つけども、結局このね、ホームラン1本だけっていうところでね、連打が続かずっていうところはあるけども、ね、取られたらすぐ楽天ね、7回表やんね、え、ピッチャーつもりから、山崎フォアボール。で、村林送りバンドを決めて、安田が悩んだ。で、ワインアウト1脱いから、辰井フォアボール。だから、このね、2つのフォアボールつ積森がたかったね。で、満塁になってから、小深田がね、先ーのタイムリーヒットで3点目っていうね、こう3対1で勝利。まあ、ソートバンクはね、柳田のホームランのみっていうところで連打が続かずね。 えー、楽天投資、ね、えー、田中マークの鈴木松井とね、しっかり抑えきって、ナイスね、リリーフっていうところもあるけども、ここで一つの問題です。ね、楽天、7回ね。 え、そのワンアウト満塁、小の方がセンター前タイムリーヒットっていう中で、センターね、牧原が結構前進守備になってるところでね、え、牧原が取ってノーバンでね、方面キャッチャーへ返球。で、セカンドランの安田がね、悠々アウトっていうところで、ワンアウト満塁であれ回す必要あるかっていうね、あそこはストップでしょっていうね、ツーアウトだったらいいんだけどもね、あんな前進守備、ラクラクアウト、安田の足、え、ワンアウト満塁、まだ3対1。 あれはね、ちょっと回す必要なかったかなっていうね。で、その後ね、また、あのー、ワンとウト満塁からね、えー、お号っていうところで行けばね、お号も状態いいしね、んで、朝サム続いていくっていうことを考えればね、あそこはちょっと回すべきとこじゃなかったかなと。まあ、ソートバンクからしたらね、この初戦はね、乾杯っていうところじゃないでしょうか。 ついで、えー、28日ね、えー、3対2でソートバンクっていうところで、まあ、この日はね、えー、両先発、楽天、商事ね、5回99球、4ンダ5三振4四九二失点とね、いいピッチングしたけど、また勝てつっていうね。で、ソートバンクね、スワード陣内、6回94球、1安打6三振4四九一失点と、ま、あ両投手ともね、ちょっとフォアボールが絡むっていうところはあるけども、非常にね、いいピッチング、正二もね、縦割りのカーブなども含めてね、えー、緩急をつけて低めに投球もね、素晴らしかったし、スワードもね、やっぱ見るも見るほどね、 腕の振りも素晴らしいし迫力も出てきたしね非常にここからの伸びしろがねえ楽しみなピッチャーであることは間違いないという中で楽天はねえ3回表にねえ山崎のピッチャーころで試わこれ冒頭を掘るぞと思ったらねノーバンで1塁の,あのフィールドシートにねあの突き刺さっていってねまあネットがあるからよかったけどね悪送球でノーアウトにいるで大高がね送りバントを決めて村林がねここ初球をしっかりスクイズというところで1点先制ノーヒットでって点だからね これはね、その月曜日の試合展開から考えると、いや、これやべえなっていう中でね、え3回裏、ね、2アウトから柳田のホームラン、これすぐ追いつけたのね、大きかったね。で、4回裏にもね、センター、えー番柳枚センター前ヒット、今目送りバンドを決めて、川瀬アウトになるけども、海がね、レフトへ勝ち越しタイムリー、ちょっとね、あ、そういう気らっていうところもあるけどもね、えしっかり三遊間抜けてね、レフトへ勝ち越しタイムリーヒット、ね。で、8回ね、こっからもうね、あの、 ソートバンクはね、モイネロ押すなんでね、逃げ切るぞっていうところで、満を持してね、8回モイネル出てきたけども、ワンアウトからね、小深田フォアボール。で、ここでね、え、盗塁。ここ走ったの大きかったね。で、お、お号がね、セカンドゴルでランナー3塁行って、で、浅村はね、えー、軽減遠。で、ツーアウト1、3塁からね、鈴木大地に代打伊藤っていうところで、ね、変化球コンパクトにセンター前、カッチ。ナイスモイネロの攻撃。ふわつ。あの、ビジョンにモイネロの攻撃って出るらしいから、そういったところソートバンク。 演出す、面白いね。で、これ、同点に追いついて、おぉと思った中でね、えー、8回の裏、ね、えー、ピッチャー渡辺、ね、えー、栗原フォアボール。このフォアボール痛かったね。で、えー、ダイソーシュート。で、上林がね、送りバンドを決めて、ワンナウト二今宮がレフト前ヒット。で、ここはさすがにストップしてね、ワンアウト一三塁からね。で、まあここはもうね、あの、超前進集備引いてるから、あの、シュートがね、ギャンブルスタートで来るっていうところで、で、まぁ、あ、すかさずね、一塁ランナー今宮が盗塁して、ワンアウト、えー、一、二三塁になったところでね、 えー、かわせ。まあ、ここからね。ま、敬遠という、満塁策っていう。まあ、そゃそうだよね。ホームね。タッチプレーよりね。共撮プレイ、共撮っていうか、ホースプレイの方かで、シュートの足でもアウトにしやすいっていうところで、勝負かけて中でね、渡辺初級ワンパンになって、キャッチャーちょっと前にね、ちょっと大きく弾いちゃって、それをシュートを見逃さずのホーブ あれキャッチャー取りに行かなっていうやついるんだけどあんなもんキャッチャー取りに行ってもホーム誰もいないんだから、そのなるからもうあれはね投げた瞬間に渡辺が来るしかないのよ若干,遅れた、ね、若干遅れたけどももうあれはもうどうしようもない、シュート、ででこの1点でえ勝ち越してソフトバンクの勝ちっていうねシュートの足でボキ取ったねまあ、あとはこの柳田が、ね、3回すぐホームラン打って1点取ったっていうのも 非常に大きかったからっていうね。で、楽天はこの日2安打だからね、2安打の中で、まあね、非常にめっちゃ頑張ったっていうところはあるけどもね、えー、試合展開としてはソフトバンクのね、シュートの足で勝ち切ったっていうところだったんじゃないでしょうか。で、29日ね、3対2でソフトバンクっていうところで、楽天はね、えー、初回ワンアウトからね、村林ツーベース、小郷センター前、で、浅村ね、えー、フォアボールでワンアウト満塁から鈴木大地の内野ゴロの管理行ってうで,で、伊藤がまだね、センター前タイムリーヒットっていうね、2点先制して、 いい流れでいくのよ。でもソフトバンクはね、ほぼチャンスなし。ま、あ一回裏にね、ワンアウトから巻原ね、えー、ヒット、今度オファーボールでワンアウト一流。で、柳田ね、柳町こちらね、ソフトバンクは一本出ずチャンスをね、生かせず。で、二回もね、栗原ヒット、で、回もヒットでね、ツーアウト一三塁作るけども、中村明也がね、えー、一本鉄ず、チャンス生かせずっていうところで、この一二回のね、チャンス生かせなかったことによって、もうそっからね、 ほぼチャンスがなくなっていくわけ。で、その中で、楽天先発士、士7回102球、4安打434、119無失点と。低めの変化球。っめっちゃ素晴らしかった。緩急もつけてね、低めの変化球っていうところで、非常に素晴らしいピッチング。で、ソートバンク先発、大関ね。4回3分の2、92球、4安打334、119、1レットボール2失点と。まあね、初回いきなりやられたけどね、これ復帰登板としては、まあ、まずはまずね、まあ、ゲーム作ったんじゃないのかっていう中でね。いや、このまま楽天勝っていくなと思ったら、8回裏ね。えー ピッチャー、岸に代わって渡辺。先頭、中村ね、レフト前ヒット。槙原、ホームボール。これ、オーバーボール痛かったね。で、近藤がなんと、スリーランホームランで、逆転今度、クッて。で、9回、奥さんが出てきて、パンパンパンって、遅いで。この勝ちはね、ソフトバンクにとったら大きかったね。楽天のね、もうこの勝ちのペース、岸のナイスピッチングっていうところで、ね、勝ち切った、ソフトバンクのね、2勝1敗で、勝ち越しでした。 ついで、えぇ、ー、西武対日本ハム、沖縄対決っていうね、ところで沖縄那覇で送られましたけども、27日1対0日本ハム、28日2対0で西武、1勝1敗の五分っていう形になりましたけども、まあ西武ね、えタ、ー、先発平、7回119、5安で11三振、西九、西一点と、まあ1回から3回ね、ランナー出すも三振連発でね、抑え切ったっていうね、非常に、ね。 日本ハム先発伊藤ね、7回98球、6番で934、1球1デッドボール、1失点っていうところでね、あの、非常にこちらもね、緩急、ね、低めのコントロール、ね、特、え、に、っと、スライダーね、っていうところのコントロール、高さっていうところでは、非常に丁寧に投げていくピッチフォークもね、低めに非常に良かったなっていうところはあるけどもね、まあその中でね、セーブは6回裏に先制、一番減田がね、内安打。で、鈴木バント。で、センター、で、岡、え、トロサキがね、センター前タイムリーヒットっていうところで、ね この1点でね、勝ち切るかっていうね、えー、ところで、まあ、7回ね、えー、表、日本ハムね、これ取られてすぐっていうところが良かったね。あのー、先頭清宮がね、詰まりながらもセンター前ヒット。で、万波がアウトコースのスライダーで、えー、引っ張り込んでレフトへツーランホームラン、ッとなその前、打ちられてんだよね。それを次はね、しっかり打つっていうね。で、9回裏ね、この、セ武ブの攻撃ね、この最後どうなるのかっていうところで、守護神ね、田中正義でできて、マキノンね、センター前ヒット。 で、ここでね、騎士が送りバンドを決めて、ワンアウト二塁。で、代打栗山三振するけれども、昼間のね、セカンドゴロっていうところで、ショート細川、イレギュラーしたところ、とラとって、ファーストアウトでゲームセット、細川あれもし後ろやってたら同点だからね。これはね、非常にね、うまかった細川。ナイスプレートトみたいなね、非常に、あのー、素晴らしかったと思います。 でね、西武はね、8回、9回、8回もね、ツーアウトからだったけど、戸の先フォアボール、渡辺レフト前ヒット、ツーアウト一塁からはね、おかわり君中村さんしで、9回もね、ワンアウト二塁、チャンス作るけどもね、そこから一本出ずっていうところで、まあ、チャンス作ったけどね、一本出ず、逆にね、日本は万波の一発でね、勝ち切ったっていうところで、まあね、この沖縄で北海道出身投手、伊藤博美、初勝利おめでとう,うね、逆に沖縄出身のピッチャー、先発がね、 まだ一生もしてないこの謎の沖縄開催っていうところで、28日ね、えー、この試合、えー、両先発ね、西武ヨー7回83球、3安打434、29、1レッドボール無失点。で、日本ハム上原、7回92球、4安打934、19無失点。両投手沖縄っていうところでね、さあ今日はどっちも勝つかなっていうところで、この試合はね、プロ野球ニュースで見てましたけど、これね、先発両方降りるまで点を取らないんちゃうか、みたいな。 どっちもに勝ちつかないで、みたいなね、感じで言ってたら本当にその通りになっちゃってね。まあでもね、ヨザも緩急つけてね、えー、特に低め、低くし、めっちゃ投げてたね。アンダースローを低く投げたらなかなか難しくなるからね。高めも難しいけど、低めばっかりも難しいからね。そこでまっすぐ変化球ね、緩急つけてよかったし、あの、上原もね、フォークかな。めちゃくちゃよかったね。この外にね、落ちる通信みたいなフォークみたいでね。えー、たまめちゃくちゃよくね、非常に両投手で、ナイスピッチングっていうね、えー、ところはあったけどもね。 最後、セーブはね、両投手を降りてからの8回裏ね、えー、ピッチャーカー野から先頭昼間フォアボール。カー野もね、左やからこの昼間フォアボール痛かったよね。で、ここで現田がね、送りバンド失敗、まさかの、ここはね、カードグップレイ、ナイスプレイだったね。 で、セカンドアウトにするけども、ワンアウト一塁から鈴木翔平また送りバンドっていうね、もうしつこくいくぜっていうね。で、ツーアウト二塁、の野崎ね、ピッチャーカノからタムイに変わったところ、インコースのストレート、難しいね、このシュートをね、引きつけてライト前タイムリーっていうね。で、セカンドランナーゲンがね、ホームにするんだけども、このライトの真ん中のね、ホームへナイススロー、間一発セーフだったけども、このね、一連のプレイはね、講師ともに、えー、醍醐味あったかなっていうね。 で、まあ、で、その後ね、え、渡辺はフォアボール。で、通ーアウト一塁からおかわりくんがね、センター前タイムリーヒットっていうところで、もう一点取ったっていうところもね、まあ非常に大きかったかなとね。で、日本ハムはね、このね、3回表、7番上川端ね、で、8番梅橋連続ヒットで、ワンアウトね、一三塁のチャンスを作る中でね、エゴシ三振。で、石井がね、センターフライ。アルカンタフォアボールになるけども、加藤がね、ファーストゴールで、ここで1点でもね、 取ってたら、また状況は変わったけど、ここのビッグチャンスをね、無得点で終わったっていうところが結果ね、このセーブの勝ちに繋がったんじゃないでしょうか。っていうね、えー、ところで、まあ、あとは9回表ね、えピッチャーマさに変わって、先頭加藤豪介ね、ライト前ヒット出るけども、万波、ね、あ清宮万波松本のね、この塗料でね、一本も出なかったっていうところでね、まあ、敗戦、ま、仕方ないかなっていうね、結果、一勝一敗のゴ分でした。 ついで、オリックス対ロッテ。二十七日、二、えー、対一でオリックスサヨ勝ち。二十八日、十対零でオリックス。オリックスの二勝で勝ち越しです。ね。さあ、二十七日ね、えー、佐々木朗希対宮城の投げ合いっていうところで、オリックス先発宮城。八回百十四球、3安打8三指、一指無指点。で、ロッテ先発佐々木朗希。七回百七7球、5安打13指、1指9一失点、自責点ゼロ何やってんだっていうね。えー、ところになるけれども、まあオリックスはね、二、えー、回ドーラー、ワンアウトからね、トングレフト前ヒット。で、ここでね、 スライダーがね、ワイルドピッチになるんだよね。ピュって弾いてね。で、えー、ランナーセカンドまで行って、次をね、えー、すぐストレートを行って、次もとこね、センター前ね。で、ここで二塁ランナートングーサールド止まってたけども、センター藤原がね、ファンブルしたことによって、えー、トングーがね、ホームインっていうところで、バーッと。ね。まあ、これ一連の流れはね、これは日刊スポーツでも書いたんで、最後で言いますけどね。で、まずはね、試合計画から。5回裏ね、これ失点にはならなかったけども、ね、ワンアウトから。 僕らのね、えー、セーフティーバンドキャッチャーゴロになって、ツーアウトになって、でね、えー、ツーアウト、9番、アダチ、ね、えー、ピッチャーゴロ、佐々木朗希ね、ファーストへ、悪送球。ね。で、その後ね、えー、アダチがね、あの、早くスタートしすぎてね、で、佐々木朗希がセカンドにげたら、悪送球。バで、また茶、佐々木朗希、ワールドピッチ。バッ,パッでも結局ね、あの、チャラを三振とって、何もなかったように終わるんだけども、ちょっとミス多すぎるね、最近。ね。 しかもキャッチボールだからね。で、その後さ、7回裏にもさ、同じ状況になって、佐々木朗希がセカンドにちゃんと投げて、アウトになるんだけども、日韓スポーツで見てたんだけど、おお、ちゃんと投げたってね、おお、ちゃんと、セカンドに投げるだけで、おお、ちゃんと投げたって言われるようじゃダメなんだよね。そこでキャッチボールだからね。そういったこの、ピッチング以外のこともね、ちゃんとやってこないと、結局最後自分の首締めることになるからね、そういったフィールディングも含めて、ちゃんとね、佐々木朗希は練習することが求められるんじゃないでしょうかね。 でね、えー、オリックスはね、その1点取った後もね、7回裏。もう1点欲しいところで、紅林がね、レフト前ヒット。で、ここでね、福田の送りバンド失敗、パンツ。ここ佐藤としてはね、よくセカンド投げたけども。でね、この福田がね、えぇ、ー、盗塁試みるけどもね、ここはね、あの、佐々木朗希がね、投げる前に走っちゃって、僕、あれわざとかなって思うぐらいだったけどね。このセカンドちゃんと上げてね、アウトになったけども。あそこはね、バンドをピッチャー前に転がすっていうのが一番良かったね。たまだファーストの100球もあるかもわかんないっていうところでね、 ま、ここでね。まあ、1点取れず、まあ、これももう終わるのかなって思うところでね、宮城がね、8回で変わって、9回にね、あの、平野が出てくるんだけども、ね、先頭を書中、レフトへとツーす。で、中村送りバントを決めて、ワンダウト3で。で、ダイソーね、和田が出てきてるから。で、ここ、ポランコ。あ、ポランコかこれ、三振あり得るなと思って。ここ高めのストレートと低めに方向をとすだけやろうと思ったまんまとね、その2つの配球で三振しちゃって。いや、ここ、代打もあるなって日韓でね、見てるときに言ってて。 代打でもいいけどな、内容から転がしたら終わったなしだった一点入るけど、でもポランコに代打出せねえよなぁ、みたいなね。ところで三振。でもこう山口になった時に、いや山口の方が期待持てるな、高めに球浮いてきた怖いな、って言ったね、ストレートが高めに浮いてきて、ライト前イタイムリヒット、山口、ね。で、同点になってね、この勢いでロッテ行くんちゃうかと思ったら、9回裏ね、えー、先頭、えー、森、ね、ピッチャーマスター。2ボールからね、ストレート、センターね、ライト寄りにね、さよならホームラン、クー森 あの中島監督のほっとしたよかったみたいなほ、ね、っとした顔が、ね、印象的でしたけどもマスターもちょっとその前の清宮のホームランはあったけどねちょっと一発がねちょっと多いかなっていうところがあるんで気になるよね。 あの9名の時は点差がね、あったからよかったけども、まあ、ここホームランね、まあ、ここは切り替えていってもらいたいっていうね、ところあるけども、まあ、この試合ね、日刊スポーツでも出したけども、やっぱり一番の問題点は、ま、久々に4冒頭っていうところでね、ロッテとしてはワースト新記録達成しちゃったんだけどもね、まあ、ここね、まあ、この2回のね、1点っていうところで、スライダーね、ワンパンを弾いて後ろやってワールドピッチになってセカンド行って、次ね、ストレートをね、杉本にセンターマンヒットを打たれてね、まあ、結果、エラーがね、 あの、藤原のファンブルがあってね、1点入っちゃうんだけどもね、このね、ワイルドピッチした後に、ストレート行って、打たれちゃうと、周りからするとね、まあ、ワイルドピッチするのが怖いから、まっすぐ行って打たれてるんちゃうみたいな感じでね、やっぱりね、キャッチャーの誇りと信頼を守るためには、あそこはね、あの、打たれるとか打たれないとかじゃないんだよ。ね、配球がどうとかじゃないんだよ。 誇りとプライドを守るために、吸収は変えてもいいけども、やっぱ変化球僕が行かなきゃいけないよ。絶対止めるっていうね、今度は止めるぞ低め来いみたいなね、感じの意思を示して止めることによって、ピッチャーの信頼も勝ち取れるし、その後高めに浮いてくるっていうところもなくなるし、ね。で、周りからの目線も変わるっていうところで。でしかもですね、それがまあ変化球ピッチャーだったら、 まだ話は若干変わるんだけども、ストレートに自信があるピッチャーで、ワイルドピッチって、次まっすぐって、バッターからしたらさ、思うじゃん。来そうじゃん。ほら、ワンパンやった。次まっすぐ来るじゃん。みたいなで、打たれちゃダメなのよ。それをね、しかもその後ね、オリックスで言うと、5回の裏か、ね、あの時とかは、しっかりね、変化球いけてるわけ。ワイルドピッチした後もね、この、チャノの時とかね。だからできてるんだから、 そういったところはね、このね、打たれるとか打たれたいとか戦略上の問題とかじゃなくてね、この特にランナー2塁から3塁行った時とか、フォークでワンパン後ろを揃えましたいや。次フォーク、いや,いやな、まっすぐガーン打たれたバカかってなるじゃんね。だからそこはね、やっぱね、頑張って気合いでね、誇りと信頼を守るためにねこうせ、打たれるとか打たれないとかの問題じゃないからね、俺が言ってることはね。よくね、配球的にはとか言う人いるけど、そういう問題じゃないの誇りと信頼を守るっていうね、 その結果とかじゃないものをやらなきゃいけないんもよ、まあ。俺も記憶が定かじゃないから、あれだけども、ほぼしたことない。ワールドピッチした後にマっクぐ行くの。ほぼしたことない。もうよっぽどまっすぐとかフォークしかなくて、よっぽどフォークがもうとんでもないところ投げて、これはもう無理や、っつって、あの止めるとか止めないとかより、もうとんでもないところ投げて、 イップス状態じゃんみたいな感じになるとサインはさすがに変えるかも分からないけどももうほとんど、多分ねほぼないと思う99.9%ないと思うワールドピッチした後とに変ストレートのサイン出したことそれぐらいねやっぱしっかりやっていかなきゃいけないっていうところではねやっぱキャッチャーとしてはね誇りと信頼を守るために変化球、ワールドピッチした後にまっすぐね行ってもいいけど絶対打たれちゃだめていうねあの打たれたらダメやっていう、ね、ところもあだから俺、バッターの時さワールドピッチした後絶対そうなってたもん、ね、来るんちゃうかみたいなね。 えー、ところで。だから結局さ、この杉本に打たれてって入ったとのさ、紅林の時も変化球高めに浮いて、ライト前ヒット打たれてるじゃん。あ、その後のあれか。この2回の福田の打席だね。ワイルドピッチした後も変化球ね、えー、続けていって三振取ったっていうのはね、この福田の打席だ。ここではできてるんだからね。杉本の時にもやるだけや いけなかったっていうところと、それやっとかないと、紅しの時みたいに、高めに変化球ね、佐々木同期が気にしちゃって浮いちゃって、それ打たれるっていうところもあるから、そういったところはね、やっぱりね、ちゃんとしてね、この技術とかでて気構えだからね、やっていかなきゃいけないないうところはね、感じた、え、試合でしたね。え、ついでね、28日、10対0でね、オリックスっていうところでね、オリックス先生にね、山下俊平太、6回96球、5安打五5三振、4球無失点と。 で、ロッテ先発大島ね、6回96球、8安打334、6失点っていうところでしたけども、山下俊平とね、ちょっと立ち上がりからちょっとバタバタしたね。なんかあの、ま、あ結果ね、無失点で抑えたけども、そんな状態がね、いいような感じはね、えー、全くしなかったっていうね、こう捉えきれなかったロッテ打線の方が問題あるんじゃないのかっていうね、感じでしたし、ロッテ大島はね、立ち上がりから抜群だった。逆にね、あのー、立ち上がりから抜群だった。 ちょっと尻すぼみしちゃったのと山下慎平選手は立ち上がりちょっとバタバタしたけど仕上がり良くなったみたいなね、えー、感じの、えー、典型的な対照的な、ね、両投手でしたけども、まあ、ロッテはね初回、ワンアウトからねすぎセンター前ヒットでここでねしっかり盗塁してね完璧に盗んでね、まあ、こういったところはね足も使ってこの山下ね崩していって先に1点取ってね勝ち切るぞというところでねベンチの再販も非常にねよかったと思います。 でね、中村がレフト前ヒットで、アウトコースのね、ストレート引っ張り込んでね。で、ワンアウトした中でから山口フォアボール。で、ワンアウトル塁からね、えー、福田5番に入って、ここで1点が取ったでかいぞっていうところで、初球のほぼど真ん中のね、ミスコントロールしたど真ん中のストレートを振り遅れて、ショートフライ、ファールで、終わって。積極的に打ちに行くのいいよ。まっすぐ打ちに行ったんでしょ。差し込まれてるよ。それだったらもっと引っ張るとかさ、か、思い切っていくとかさ。 あの、なるけど、なんかもう合わせに行った感じの、あの、ショートファールフライ。ちょっと残念だね、見てて。で、ツーアウト一塁から岡、えー、岡がね、えー、レフトフライというところで、角度良かったからね、おっと思ったけど、若干詰まったかね。で、ここで1点取れなかったのはロッテ的にも言いたかったし、2回でもね、ツーアウト一塁の、えー、チャンスを作って、友杉さっき打ってるからね、おーって思ったらね、あの、ツーストライクからね、あの、ピックオフプレイで田村が飛び出して、2、6、5、タッチアウト、バーッと、大バーッと、 何やってんだっていうね。えさ、これプロ野球ニュースで見てたから、プロ野球ニュースの解説でも言ったんだけどさ、ツーストライク、ね。キャッチャーがもう明らかにアウトコースのボール球に外してる。ね。なんかあるって思わへんかっていう。おキャッチャーだったら。あれおかしいな。なんでこんなところで外であんな大きく外してるまあでもツーストライクからか。じゃあもう打つことないな、ボール玉外しちゃったら。 じゃああんまりちょっと第2リードそんなに大きく取らないで、まあ万が一甘めにいったら困るから、タイミングだけ取れるようにして、スタートだけ心がけようって思うじゃん、普通はね。それなのに、あんだけ大きく外してんのに、あんなに大きな第2リード取っちゃって、で、セカンドに投げられて、楽々の戻りもできなくて立っちゃうと、バッキャッチャーだった。わかるやん、見たら。なんか、俺いつも思ってたもんねこ、このところで外してる、怪しい。俺を刺そうとしてんじゃないのか、みたいなね。 ところもさ、もうちょっとか頭使っていこう。ランナー出た時と、うん、あれはもうキャッチャーとしてはもう最悪。で、これでね、チャンス潰すわけじゃん。飛ムソギ1打席目ヒット打ってるのにね。んで、チャンスを潰してる間にね、5回の裏、東宮センター前ヒット。でね、杉本はレフトへツーベース。これね、あの、1打席目に、チェ、インコースカッ,カットカットカットで攻められて、外ね、チェンジアップで三振し杉本。で、このね、あの、2打席なそのチェンジアップをね、うまいこと拾ってね、レフトへツーベース。 で、2アウト、えー、二3塁から、ね。で、ゴンダレスには1打席目インコース詰まらして、ショートフライだったから、あの、打ち取ってんだよね。あ、ショートゴールだ。インコース詰まらしてね。ってなったところで、初球ね、多分チェンジアップ、フォーク蹴る際に出たわけよね。ど真ん中入って、えー、それ初球打たれて、レフトへタイムリー,、えー、ヒットっていうところで、いや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 。杉本に甘みに、れそれ同じ球入って打たれてるじゃん。初球じゃん。もうちょっと気をつけて投げよね。でもゴンダレスさすが、得点ゲームであるだから。ね。 で、その後ね、え2点取って、ノーアウト一塁。こうバタバタしてるとこでもう1点行こうっていう中でね、胸。セーフティ気味にバンドファウル。セーフティ気味にバンドファウル。で、最後、うちにでってピッチャーゴロ。1、6、3、ダブルプレイ。バッと。1回目、セーフティー気味。で、それでもファウルだったら、次も構えとこよ、最初か。これ、流れ、立ち切れて、んってなったよ。もう3点、4点、行きたかったところでね。でももうね、ここからもう仕上がりにね、あのー、山下俊平とも良くなって、 で、チャンスはね、ロッテがね、ことこつ自別でくっ、潰すっていうね、6回裏もね、ワンアウトからオがね、えー、ナイアンで出たけども、ツーアウトになって盗塁試みるんだけども、えー、投げる前にまたスタートしちゃって、あの、アウトっていうね、バーッとみたいな、もうバタバタです、みたいな。で、オリックスはね、えー、6回裏、ね、ボリが、えー、ライトフェンス直撃ツーベース。で、トングーがね、えー、ショートにナイアンダー、バーッと。ナイアンだ,だけども、元もともと次出てきてポローンみたいな。 ロンみたいな、取ってファースト投げたら楽勝でアウトだからね、で結局これエラーみたいなもんなんだよで、ノーアウト一・三塁になって杉本にねチェンジアップ、で打った瞬間はいいっすであこの、ね、でもポローンってなった時セカンドアンナー森ね、よくサードい行ったね、ナイスノーアウト一・三塁になって杉本ね、ねチェンジアップまたパーンって打って、あギデフライやなーと思ったらねめっちゃ伸びて、フェンスの上段当たってね、であそれを山口が取ろうとしたらグローブで当たってパーンって弾いて、でえ藤原が、藤原ね、近い、あれは。 あの、バックアップ行くのはいいけども、あの、近すぎる、もうちょっと離れてっとかないと。それで、ぴ、えー変なとこ行っちゃって、で、結局、杉本全力疾走で、ランニングホームラン、バーッと。何やってんだっていうね。で、その後、もう連打、連打、連打、連打で、胸タイルビー、シャノタイムリー、えー、紅林犠牲フライっていうね。で、8回にも、トングーホームラン。 大城の内野ゴロの間に行って、みたいなね、えー、感じで、えー、結局、10対0っていうね、ロッテ地別です。オリックスはね、集中打、どんどんどん。山下もね、前半調子悪かったけど、仕入れ上がりにも良くなってきたしね、こう、打線もね、集中打で行けたっていうところは非常に素晴らしい試合だったんじゃないでしょうか。結果ね、えー、2勝、オリックスの勝ちコチでした。えー、ついてセリーグ、えー、巨人対ヤクルト、21日秋田の試合、雨天中止。 え残念でした、秋田まで行っててね、秋田のファンの皆さん。でね、28日0対6でヤクルト、こちら盛岡での試合っていうところで、ね、大雨っていう、ね、ところで、雨天、7回雨天コールドでね、6対0になりましたけどもね、ね、ヤクルト先発、小沢ね、6回75球、三で四434、無四球1デットボール無失点と、まあ、プロね、初完封ね、この雨天コールドっていうところあるけども、でもね、これツーシームスライダー、フォーク、これ良かったね、フォークが特に良かったねた、縦のね、落差もついて、横の広がりっていうところでは非常にね、くっぴ なんかフォークがチェンチャップみたいなね、俺の感じには見えるんだけどね。非常に素晴らしいピッチング。巨人先発グリフィンね。6回104球、8安打1三振、1四球、6失点と。まあ2本のね、スリーランホームランで沈むっていうところだけども、ね、えー、3回、ワンアウトからね、ナ木キライトマイヒット。 で、えー、山崎のレフトへツーベース、レフトせいイってね、これ並木がね、サードまでよく走ったね。で、それにつないと山崎がセカンドまで行って、ワンアウトに三塁があるね、山田テストね、スリーボール、ツーストライクから、インコース高めのね、ストレートめっちゃいいところめっちゃいいところね、この肘の畳と腰の回転で、レフトスタンドへスリーランホーム。これも打たれたバッテリー仕方ないね。あの、ゴリーンとしてはめちゃくちゃいいところを投げたけどね、打った山田がね、すごいっていうね。 で、六、えー、6回表。サンターランナイアンダで、えー、オスナーね、えー、フォアボール。まあ、ここでね、えー、セカンドへね、牽制したら、引っ掛けちゃってね。で、ボート、バット。で、三塁行って。で、カウント悪くなったからね、オスナーも敬遠気味の最後フォアボールになって、ツーアウト一三塁からね、長岡、低めのストレート。坂田、坂田か、通天閣だ方かっていうぐらいのね、低めのストレート、こわ、立ち上げる感じで、レフトスリーランホームラン。ッと、ナイスバッティ。 ねでその後ね、えー、7回でね雨天、えー、コールドっていうところでね、えー、7回表で、えー、終わったんだけどもねまあ巨人としてはねもうちょっと三安打っていうところでもう打つ手なしっていうねヤクルトの一発攻勢っていうねまあこの一試合でねヤクルトの勝ち越しいでした。 え次いで、阪神対中日、2 1日11対3で阪神、28日2対4で中日、そして21日8対0で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうね。まあ、あの DNA にね、交流戦明け3連敗してね、どうなるのかって言ったところで、ここね、しっかりね、2勝1敗で勝ち越せたっていうところは、阪神にとって非常に大きかったかなと。ドラゴンズにとっては、こう上位をね、もうしっかり行かなきゃ、おい、追われていかなきゃいけない。今、借金15かなっていうところになると、やっぱりこうね、 カードをやっぱり、ね、勝ち越していかなきゃいけないというところで負け越したのはね非常に痛かったかなと。で27日で11対3 えー、阪神の勝ちっていうところで、中日先発柳ね、えー、2回3分の2、57球、6安打1三振1、1四球、5失点と。ま、制球ちょっと甘かったかな。しかも甘く高く入ったところを、そこをね、えー、見逃されず、通打されたかなっていうね。で、半先発西、えー、西行きね、5回76球並んだ、7安打2三振、1四球、2デッドボール、3失点と。まあ、危なかったけどね、結構投球的には。まあ、でも大量得点で、ま、勝ち投手になったかなっていうところでね、まあ、阪神はね、えー、3回裏、梅のセンター前、え、木並みフォアボール。で、西がね、しっかり送りバンドを決めて、 で、ワンアウト、え、二三塁から、近本がね、犠牲フライ。で、ツーアウト三塁から中野がね、タイムリーヒット。で、これだけで終わらないで、ここからね、え、前側の時に中野が通り、で、ライトへタイムリーヒット。で、大山ね、ツーナンホームランっていうね、連打連打が繋がってね、一、二、三、ね、三連打っていうところでね、まあだから、柳としてはこの木並のフォアボール痛かったね、ここでね、ピッチャー絡むっていうところでね、ここでも木並でね、アウトを取れてればね、 ここまでの失点にならなかったところで、まあ、この木浪のフォアボールからねこれ5失点っていうねねでもねドラゴンズもその、ね、トライとすぐあと4回裏に、ね、ビシエドがレフト前で細川がねレフトでツーランホームラン打ってでここで、えー、2点取ってここだけじゃ終わらずねその後石川、福永、えー、連続ヒットねで福永はツーベースだけどもリュ龍クがねデッドボールノーアウト満塁から石橋アウトになるけどもここでね代打、宇佐美がねタイムリーヒットというところで3点取ってね5対3。 ね、うさ美のこの代打、石川ジョンね、これディテイまだまだ分からんぞっていうところでね、この5回裏、ね、えー、前がスリーベース、で、大山フォアボール、で、ここね、見え説の時にワンナ、ノーアウト、1、3で、ね、宇佐美パスボール。股の下抜けて、バッ。まあ、バットなんだけど、こう、ピッチャー藤島ね、来たばっかりだからね、そこまで全ピッチャー受けてないしね、 この変化球の細かい曲がり方とか、どうやって落ち方とかね、一定なのか一定じゃないのか、ミスね、コントロールした時どうなるのかっていうところまで、なかなかね、こう習得するの難しい中で、まあダメなんだけどね、この股の下パスボールは。まあでもここはまあ、こっからね、いろんなピッチャーを受けながら勉強していくしかないから。 まあちょっとここはね、仕方ない。かわいそうなところもあるけども、まあプロでいいね。プロだったらもうデやらなきゃいけないからね。でもこれはもうちょっと難しさある。ね。で、その後ね、えー、ノーアウト満塁から栗原はね、えー、ああ、じゃあ糸原がセンターフライワンアウトになるけども、ね、ワンアウト満塁、梅野のね、あところ石川ファンプレイル。あれ、取った,ったらホーム投げて。で、その後木波にね、えー、センター前タイムリーヒットっていうところで、まああの、3点目、ね、入るんだけども、この石川取ってホームに投げてたら、 ま、この試合ね、そしたら、この、ひょっとしたら、1点も入ってなかったかもわかんねえよ。この、石川がちゃんと投げてたら、取ってね。で、こう結局このエラーで、ね、6点目入って、できたみろね、1アウト満塁からセンター前で、防衛2で入って、結局3点になるからね。で、も8対3。まあ、これでほぼゲームセットみたいな感じになるところで、このね、エラーを置いたかった。だからドラゴンズもちょっとエラー一番多いからね。 で、6回裏、阪神はね、もうここから着実に、大山がね、レフトにタイムリーヒット。で、7回はね、えー、中野のワンアウト1、三塁から内野ゴロの間に1点上げて、で8回はね、またノーアウト満塁から木浪の内野ゴロの間に一点上げて、着実に上げてね、11対3で、もう完勝でございます。ね。で、その中でね、やっぱあのー、阪神はね、3番前側がね、4打数3打、1打点。ね。4番大山がね、4打数2打三3打点、1ホー,ーね。で、5番三エ節二2打数1安打っていうところで、クリーンナップからね、非常に活躍。 ナイスパッティングでした。で、28日ね、2対4で中日っていうところで、中日先発高橋ね、7回122球、7安で13試1死9レッドボール2失点っていうところで、まあ、勝ち星はつかなかったけども、まあ、いいピッチングね、でした。で、阪神先発大竹ね、7回98球、5安打13試1試92失点。こちらもいいピッチングだったけどね、まあ、勝ち投手になれなかったっていうところでね、まあ、攻撃的には中日はね、2回の表、先頭細川がね、ツーベース、市川フォアボールになって、福永からね、送りバントを決めて、ワンダウト2、3塁からね、 石橋がタイムリーっていうね、この石橋ね、頑張れ今ね、木下がいない中っていうところでね、この非常にね、2点タイムリーヒットっていうところね、大きく。で、まあ、川橋がね、いいピッチングして、行ってた中でね、7回ぐらいね、ワンアウトから、糸原レフト前ヒット。で、ここでね、えー、ダイソー、えー、熊谷がね、えー、盗塁。ね、でも坂本三振するんだけどもね。で、ツーアウト二るから木浪はね、センターのタイムリーヒット。ね、で、ここで代打ノイジ、デッドボール。このデッドボールがね、痛かった。 ここ、デッドボールじゃなかったら、勝ってたんちゃうかというね、高橋にね、勝ちがついてたんちゃうかというと、デッドボール。で、ツーアウト一塁からね、近本がレフトへね、間抜ける。タイムリーヒットでね、同点っていうね。ま、あその後ね、中野大阪のところで打ち取ってね、逆転まではされなかったけども、ね、こう、阪神の出張り強さっていうところがあったし、まあ、高橋としてはノーイジーでのデッドボール。これがね、言いたかったなっていうね。で、10回表ね、勝ち越しになるんだけども、負けない男ね、島本ね。 なんと128試合目で初黒星13年目で初黒星っていうね、えー、ところになるんだけどもここもね先頭ね、龍コは三ね代打、福田ね2ストライクから高め狙ったのが引っかかってデッドボールこれ、痛かったから両チームともにデッドボール痛かったしかも追い込んでね高め狙ってそんなね別にたるの見せてからの次なのかだったと思うわけそれをデッドボールはね痛かったねで、代走村松が出てきて伊藤が送りバント 2位から岡林が2、ね、エンド2ーから、ね、チェンジアップフォーク系かなインコースをしてきて見逃したらフォークボールだったところを、ね、多分本人も言ってたけどもねコンパクトに打ちに行こうっていうねだからもう大振りしないでコンパクトにっていうところがね若干変化して落ちたけどもゆっくりタイミング取とって,てコンパクトにいくからねそれをしっかり、ね、アジャストできて、ね、パー前さばけでパーン打ってレフトの、ね、のライトの、ね、横抜ける。 タイムリースリーベース。で、この2アウト3塁からね、ビシエとかね、ピッチャー代わって鍛冶やからね、えー、ライト前ヒットでね、これもう1点取ったっていうところも、まあね、非常に大きかったっていうね、えー、ところでこれで勝ち越してね、まあ、勝つんだけども、島本やっぱ福な、ね、ね、福なので、トボール痛かったね。まあ、阪神としてはね、このね、6回裏、6回裏のワンアウト満塁から大山のね、6、4、3、ダブルプレイ。 あれ、ア,アウトフォース低めのスライダーだったからフォーカーだったかなっていうところでね、めちゃくちゃね、あの、高橋もいいところ投げてね、それ若干引っ掛けて、6、4、3、ダブルプレー。ここでね、タイガースも1点取ってればっていうね、ところだったけども、ね、結局ね、なんかデッドボールで得点にね、え絡んじゃったかなっていうね、キーポイントになる試合展開でしたね。え続いて、え29日ねあ、8対0で阪神っていうところで、ね、まあ、この試合はね、まあ、あのー、これも日韓のね、えー、評論で、 書いたんだけども、まあ、村上ね、松葉の先発マッチアップっていうね、えー、ところで考えると、やっぱりね、ドラゴンズはロースカーの展開にね、持ち込んでいかなきゃいけないっていう中でね、どういう試合展開になるのかっていう感じでね、試合見てたんだけども、阪神先発村上ね、7回100球、5アンドー634、1球無て点と。いやもう完璧の素晴らしいピチ,ク,チクだったね。で松葉もね、5回99 9アンダー234、1レッドボール5失点っていうところで、まあ、若干ね、このミスもね、絡んだから、自責で言うとね、 三かな自粛やっぱ3だね。っていうところで、まあ初回もね、えー、先頭近本ツーベース、なかなかレフト前ヒットでね、えー、ノーアウト一三塁、なかなかね、進塁で打とうとしたけどね、なんか変化球うまく、なんか測ったのかなっていうぐらいのね、左右間のヒットだったけども、で、このノーアウト一三塁からね、この渡辺の、このファーストゴロね、なって、ファーストね、石川がね、取って、一回ショート見るんだけども、あ、なんか何かに気づいたホームに投げてね、 で、ここで、フォーム、ランダムプレイでアウトをするんだけども、ここのね、近本ね、良かったね。これね、あのまール塁まで突っ込んでいかないで、もう3本か、途中で止まって、途中で止まったらどうなるのかっていうと、キャッチャーね、その途中の距離まで距離詰めなきゃいけないから、追わらなきゃいけないじゃんね。この終わらなきゃいけない時間によって、ファーストランナー中のバッターランナー渡辺が3塁と2塁まで行けるっていうね、あの途中のね、もう中、超中途半端なところで止まった近本のね、判断。グッと、ナイス。それによって2、3塁になったからね。 で、二三塁になって、ね、大山はね、外のチェンジアップで三振取って、おこれはもう0点かっていうね。で、ノイジーにも3ボール2ストライクになったけどもね、チェンジアップ、ちょっと真ん中気味に入ってきたけどね、内野ゴロショート、リュークっていうところで、ファンポレイラー。バッで、その後前側がアウトコーススライダーセンター前。前がナイスバッティ。ってね、えー、ところで二点。これもう実質0点だったからね。そういったところでは、もうこのエラーっていうところがね、痛いよね。まあその前日の石川のもね、含めてね。 で、3回裏、ね、えー、先頭の中のね、センター前と中の横の入れての逆方向ね、これ左バッターに、左ピッチャーに対して、めちゃくちゃいいバッティングだったね。で、中野が盗塁して、で、渡辺がね、またヒットで繋いでノーアウト1、3でここで大山がね、えー、サードゴロっていうところで、もうね、サード高橋。取って、何のあれもなく。セカンド。五四三ダブルプレイ。で、ダブルプレイの回にね、1点入って3点。で、まあ、これはまた後だね、解説しますけれども。 で、5回にね、渡辺が、またツーランホームラン。ね。で、7回に、また渡辺亮のタイムリー、ツーベース。で、大山のタイムリーね。で、前側の内野コロの管理。で、も8対0。っていうところで、もう阪神完勝です。中日はもう、完敗です。ね。っていうところでね、まあ、ここで本当にね、あの、謎っていうか、まあ、俺がちょっと凡人すぎて理解できないんだけども、あの、日刊スポーツのコラムで書いたんだけども、まあ、1回の裏ね、この、ノーアウト、1、3塁からファーストゴロをね、 まあ、石川はホームに投げてね、アウトにしたわけじゃん。まあ、その後ね、エラーがあったから、あれエラーなかったら0点で収まってたかもわかんないけども、まあ、エラーがあったからね、無失点に抑えられ、あの、2点と取られたけどもね、村上っていうところでロースコアで行かなきゃいけない。行ってもやらないようにっていうね、このプレイを理解できる。ね。で、なのに3回裏はね、同じようなノーアウトで3塁から3塁頃ね、もうサードランナー中野は、 投げてきた挟まれようっていう感じでこうやって見ながら走ってるわけ。それなのに、の何んもなもなくセカンド投げるんだけども、いやいやもう3点目取られたらもうジエンドジャイの、この村上の状態の良さ。 考えると、しかもドラゴンズっていうのは唯一のまだ100点台の得点しかなくて、あの、総得点5位のヤクルトにも50点離されてるっていう、この得点能力が低い。でも、投手陣の防御率は、阪神に次いで2位っていうね、ところの安定感あるっていう中でね、ロースコアの展開に持ち込んでいかなきゃいけないのにもかかわらず、ね、あそこはホームでしょっていうね、あそこがじゃあダブルプレイなんだったら、初回ももうダブルプレイでよかったじゃん。ね、そしたら、 一点で収まったわけ、結果的にはね。でも、初回がホームなんだったら、この三部、三回もホームじゃないのっていうね。ところで、このベンチの意図っていうところが分からないし、そのベンチと選手の、あの、共通認識は、意識の統一はできてるのかっていうところとね、あの、ベンチの指示はしっかりできたのかっていうところでは、この二つのプレーね、謎だったね。なんかもうちょっとちぐはぐさかが満載っていうね。えー、ところでは、 まあ負けても仕方なかった試合かなっていうところはあるけどもね。で、あとはね、やっぱり取れる時に取るっていうところでは、まあ3回の表にね、宇佐美、龍空がね、 え、ヒットで続いて、ノーアウト一塁で、これ待つ場ね、バントできず、結果ね、見逃しその三振で、大島岡林がアウトになり、点取れずっていうところで、こういうところもしっかりバンド決めてればね、ひょっとしたらこの回1点でも取れてれば、また状況全く変わった中で、ピッチャーとしてのバンドもしっかりできなきゃいけない。バーっとね。まあ、でも阪神のね、あの、村上も2回裏ね、ノーアウト一塁でバンド失敗で、結局ダブルプレイね。4回にもワンアウト一塁でね、バンド失敗、ダブルプレイ。村上、ダイバー投げるだけじゃなくて、バンドもきっちり練習しよう。 ね結果、勝ったからいいけどもね。えー、っていうところを、ね、この阪神、ちょっとこのね、8対0というところでは試合がね日韓、まあ、スポーツ、ね、こコラムう読んでくださいこいろいろ書いてます。と、ね、いうところではちょっとねもうちぐはぐさ感っていうかこのベンチの意図っていうかねあのが選手と共有されているのかされてないのか選手が勝手にやっているのかベンチを指示しているのかっていうところがよくわからないね、えー、ところの。えー その、一三塁でのね、内野ゴールのプレイに見えましたね。皆さんはどう思いますかね。ということで、えー、結果をね、2勝1敗で、阪神の勝ち越しでした。えー、続いて、えー、広島大 DNA、27日3対2で広島、28日6対2で広島、そして29日5対3で広島、広島の3連勝スリープ !DNA3 立ていや、DNA 阪神にね、3連勝スリープしてきて、ここの3立てされるっていうね、ところではちょっと痛かったね。 ま、その中でね、21日3対2で広島。広島先発、どこだね。7回1八8球、9安打1三振、2四球二失点と。まあ、ピンチも多くね、9本打たれるも、まあ、球収ね、何かに偏ることなく、まんべにね、いろんな球種を作りながら、まあ、丁寧に、えー、コース低め投球できたっていうところでは、しっかり粘れたんじゃないでしょうか。で、DNA 先発、大抜きね。5回3分の2、99球、5安打4三振、1四球二失点と。ま、あ、同点にね、 追いつかれてね、そのイニング途中で交代したけどもね、まあ、状況的には俺は悪くなかったんじゃないのかなっていうようなピッチングに見えましたね。で、広島はね、取られてもすぐね、取れたっていうところが大きいよね。で、DNA はね、初回、関根がツーベース、で、クワーラがね、アウトになるけども、えー、ランナーが三塁に進塁して、ね、で、佐野がワンアウト三塁からね、タイムリーに悩んだっていうところで1点先制ね。ででも、広島はね、1回裏、ね、 え、先頭菊池がツーベース。で、野間が送りバウンド。この試合ね、きっちりね、バンとして三塁に送るっていう広島野球。で、ワンナウス三塁からね、あの、秋山のね、セカンドゴロの班に1点取るっていうところで、まあ、ここもね、あの、DNA もね、初回からね、内野前進させて行ってもやらないぞっていうところになるんだけども、野間のあ、秋山のセカンドゴロはね、これ大きくバウンドしてね、で、その間に菊池がホームインっていうところで同点ね。 で、6回表にもね、えー、DNA、ワンアウトからね、外フォアボール。で、山戸かライト前ヒットで、ワンアウトは1、3 0で、飛ばしらのね、内容の間に1点が入るっていうね、えー、ところになったけども、ね。で、あの、6回の裏ね、すぐりっていうね。ワンアウトから、野間がセンター前ヒット。で、秋山ライト前ヒット。で、ワンアウト1、塁から西川3振するけども、 ツーアウト一塁になってね、坂倉がライトへタイムリーヒットっていうところでね、まあ同点。で、まあここでね、ピッチャーが大抜きから小原に変わって、田中コーチからね、三振して、もう一点勝ち越せないっていうところはあったけども、これ取られてもすぐね、あの、カープは取れたっていうところも大きかったし、で、8回裏ね、菊池がレフトにツーベース。これ初回の流れと一緒。で、また野間が送りバント。で、ワンアウト三塁からね、ピッチャー上茶谷からエスコバーに変わって、内容は全身守備っていうところで、秋山はね、今度きっちりセンタの犠牲フライで、 勝ち越しの1点決勝だっていうところだね非常に着実にね え、ものにしたっていうところで、カーブはね、チャンス自体少なかったけれども、なんとかね、このバントをしてね、ワンアウト3両を作って、秋山がね、返すっていう、この流れ、非常に素晴らしかったかなっていうね。で、先発もね、トコがしっかり7回投げて、まあ、ターリー、矢崎とね、え非常に、え、リリーフもね、高リーリーフっていうところで、しっかりね、この勝ち切った。まあ、DNA はね、この試合、阪神をね、あのー、スイープでね、着てるっていうところでね、このカード初戦にね、勢いを止めたっていうところは、非常に大きかったんじゃないでしょうか。 続いてね、28日ね、6対2で広島っていうところでね、まあ、この試合もね、DNA がね、2回表、えー、とね、ツーベース、で、山とかね、センターのタイムリーヒットっていうところでね、あの、先制してね、いい、やっぱいい流れはね、DNA が作るんだけども、カープはね、前日と一緒に取られたらすぐ行くっていうところで、2回の裏ね、えー、西川フォアボール、で、ドバイス三振するけども、デビッドソンが高めに抜けたチェンジアップを引っ張り込んで、ね、ツーランホームランで逆転。 ねデビットソン、状態上がってきたのかな。でもね、4回に、えー、マキがね、えー、センターへの同点ホームランを打って、2対2になってくるわけ。で、この試合ね、えー、両先発、DNA 石田ね、5回92球、5アン七7三振、191デッドボール5失点と、広島先発森下、7回1八8球、8アンダ6三振、192失点というところでね、まあこんなね、ちょっと大味な試合展開にねなるとは思わなかったけども、森下もね、前半バタつくんだよね。 あの初回もねワンアウトから強打なサノリね連続ヒットでワンアウトに3塁のピンチ作るけども牧宮崎がねしっかりアウトになって抑えるっていうところでまあここね牧にもね宮崎にも最後ねインカットインカット行くんだよねでここで牧はねインカットでちょっと高めのインカット行って三振で宮崎もインカット行ってねつまりながらでもセンター超えるかなっていうところをね秋山が最後ジャンピングタッチしてね取るっていうところではねこのねアイザーのリードっていうところも良かったね最後インカットっていうねで2回にはね失点するけども 3回でもね、えー、ランダー出すけども、ま、あ無得点に、えー、乗り,乗り切って。で、えー、4回もね、牧のホームランの後もね、楠本大和とね、フォアボールヒットでピンチ作るけども、まあ、あ戸柱をね、三振で、石田三振っていうところでね、乗り切ったっていうところはね、ちょっとバタつくけどね、大きかったね。でその後ね、5回の裏、ね、デビットさんまたね、同じようにチェンジアップね、引っ張り込んで、いったかなと思ったけどね、ツーベース。 で、アイザーデッドボール。ね。で、ノーアウトにしるから、矢のね、送りバンド。送りバンド決めれなくて、最後打ったらショートフライ、パッと。何やってんのみたいなね。そしたら、9回。ワンナ、あ、9番森下ね。ワンナウトにしてるから、初球ね、甘めに入ったスライダー。引っ張り込んで、打った瞬間、レフト上段に突き刺さず、スリーランホームラン。二刀流。二刀流。ッと。ナイスさすが六大角。ね。で、このね、ホームラン打ってからは、結構ね、ピッチングが、 めっちゃ良くなってきて、安定して、そのままね、7回、しっかり投げきるっていうね、ところもなったし、七回裏にもね、ワンアウト1、三塁から、秋山はね、タイムリーヒットを打って、まあ、ダメ押しの6対2ってなるんだけどもね、と、あの、6、7はね、森下、本当にね、あの、ホームランも打って、完璧なピッチングだったからっていうね、まあ、森下の二刀流の活躍。DNA はね、ちょっと序盤、ポンポンともうね、1、2点取ってればっていうところはあったけども、ね、まあ、森下の活躍でね、素晴らしい、え。ー 試合展開にカととしてはななったかなっていうねところはありますで、29日、29日ね、えー、5対3で広島っていうところでね、この日 DNA 先発ね、ガゼルマン、5回96球、六安打四三4 3四9一レッドボールに失点、でね、えー、広島先発野村、久しぶりね、6回74球、三安打二3 4無四球無失点っていうところで、この日はね、雨がね、結構降ったりやんだりっていうね、ちょっと中断も挟んでね、非常にリズム的には両投手ね、投げにくいような試合展開出してきた、でしたけども、野村ね、 6回74球三安打二打点無失点という、ね、ところで腕もしっかり振れてねあのツーシーム、スライダー系低めの変化球というところがね非常に決まって、まあ、勝ち星、ね、つけてやりたかったけどねまあ、素晴らしいピッチングピッチンだったと思います。 その中でね、広島は、えー、2回の裏ね、えー、菊地内安打、野間がレフト前ヒット、で秋山はね、フォアボールで満塁、で、ノーアウト満塁からね、西川、ライトでね、タイムリーヒットっていうところでね、えー、2点を先制して、この後となおもね、まだノーアウト二3塁っていうところはあるけども、もう一本ですね、1点取れずっていうね、ここも1点取りたかったよね、カーブとしては。でもその後ね、本当に野村がね、ピンチらしいピンチもね、ほぼなく、えー 初回にね、え、ランナー出すけれども、2、3、4はね、え、三者凡退。で、5回にもね、ヒットを出すけれども、連打許さず、ね。で、しっかりいったところ、7回ね、野村に変わって、もう6回十分でしょっていうね、ターニーっていうね。マキレフト前。外フォアボール。このフォアボール言いたかったね。で、京田が送りバン決めて、ね。ワンアウト一塁から、宮崎がね、若干コンディション不良でスタメンじゃなかったけども、宮崎がライト一セーフライ。で、ツーアウト三塁になってね、代打山と、センター前ヒットで通って、バタつくね。 カープいい形で来てたけどね、ターリーもねこの3連戦ね。でも、その後このね3連戦、カープのテーマ取られたらすぐ取り返しますからっていうねこれがねねやっぱり、ね、3連勝にね大きくね役立ったっていうかこの勝因になったところだね、取られてもすぐ7回の裏ね、えー、ピッチャーはエスコバー、ね。 ノマフォアボール。こんなエスコバ、フォアボール痛たかったね。で、秋山アウトに取るけども、西川ライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁になって、坂倉がね、センターね、エスコバの足元抜ける、センター前タイムリーヒットで行って、で、ここでね、森原に代わって、ワンアウト1、2塁からね、田中光介、ね、全身守備の頭を超える、レフトオーバー、タイムリーツーベースっていうね、で、2点目っていうね、で、ここででも1塁ランド、坂倉がアウトっていうところなんだけども、ここ、ちょっと何度見返しても、映像があんまりなかったから、 あれなんだけども、西川がね、あの、セカンドランナー。で、えー、坂倉がね、ファーストランナーっていうところで、まあ西川がね、取るかどうかわかんないからハーフウェイになるで。坂倉はもうね、行ってるっていうところで、西川をね、追い抜きそうになってて、坂倉がちょっと詰まっちゃったね。で、最後、わかんないよ。最後若干ね、ホームインするときに西川が緩めて入っていったから、あれもね、西川トーントーンって行かなきゃいけなかったところで、 もうちょっと西川早く走れたんちゃうかって思うけどそのね最初から最後までの映像がなくてねちょっと俺、分からなかったけどちょっと坂倉が詰まった感あるね、このホームに合うともうちょっと西川ホームの入るところがゆっくりだったからあれだけどトントーンって言ってたらいけたんちゃうかっていうところはあるけどもね、田中介グッねで8回裏にもワ、ね、ンアウト1三塁から野間の、ね、内野ゴロの間に1点取ってこの1点、何気にでかかったね。 で、9回表ね、ピッチャー矢崎からね、えー、キが、えー、ホームランを打つけどもね、ま、あ5対3っていうところでね、えー、広島の逃げ切りがちっていうね、と、取られたらすぐ取り返すっていうところがね、この3連勝本当に広島にとっては大きな攻撃になったなっていうところはあります。ということで、カープは3連勝っていうね、えー、ところでしたけども、ま、あ順位がね、セリーグも一気に詰まって、ね、1位阪神、ね、二位 DNA1.5 ゲーム差、3位広島もう3ゲーム差、 までね来たからねこういったところでどんでっていくのかでね巨人が1位に5.5ゲーム差、まあ、ここまでがギリだねでそっからねドラゴンズは A クラスにも10.5ゲーム差ヤクルトもそうだけどね若干、この日円は苦しい展開になったからやっぱさっきも言ったようにカード勝ち越しっていうところが必要になってくるまあ、パ・リーグは、ね、オリックス首位にソフトバンクは0.5ゲーム差でロッテがね2.5ゲーム差、まあ、ここまではねいいけども日本ハムは6ゲーム差だからね A クラスまでで、えー、西武が8.5ゲーム差で、えー、楽天がね、えー、10ゲーム差 A クラスまでまあ、この下位、ね、3チームはちょっと、ね、上位3チームにいっ、ね、3連勝とかね一気にしていかないと交流戦までにもうちょっと詰めていきたいね5ゲーム差以内までにはね入っておきたいというところあるけどもどうなっていくのでしょうかこの週末もねプロ野球楽しんでいきましょうということで金曜日の総チェックおしまいです